これから大人になる女の子へソフィーはじめて体 TV みなさんこんにちは体のことや生理のこと私と一緒に勉強していこうね10歳になったら10歳になってお部屋のお片付けや学校の準備お手伝いも自分のことは自分でできるようになったんだ 小さい時と比べて身長が伸びて体重も増えて少しずつ大人に近づいてきているのねそうだよさなぎから蝶々になるようにあなたの体も大人になっていくの体も大人になるのそう体つきが大人の女性のようにふっくらとして胸も膨らんできてブラジャーをつける子も増えてくるわね 脇の下やお股のあたりに毛も生えてくるのよ。お友達でブラジャーつけている子いるよ。体の外側の変化は分かりやすいけれど、体の内側も大人に向けて変化していくの。織物が出たり、生理になったり。生理って聞いたことある。お腹が痛くなったりするって聞いたよ。生理はこれから大人の体になるのにとても必要なことよ。 お腹が痛くなることもあるかもしれないけれどそれは人によって違うので心配しなくても大丈夫そうなんだこれから始まる生理は月に1回1週間ほどあるけれど日にちが積み重なれば一生で約6年9ヶ月にもなるの生理や生理用品とは長いお付き合いになるのよそんなにでも大丈夫 自分の生活に合った生理用品を使えばその期間はとても快適に過ごせるから自分に合う生理用品を選べばいいんだね自分用の生理用品かなんだか大人になった気分これから大人になるために心も体ももっと成長していくけれど大人になるって素敵なことよ自分の変化を感じられるようにこれから 保健の先生にも聞きながら一緒に勉強していこうね大人になるってドキドキするけどすっごく嬉しいねあれ生理ってどんなものなんだろう聞いてみよっと自分に合った生理用品で生理期間を快適にソフィーは大人になる女の子を応援します